はい、お疲れ様です。コケ丸です。今日なんですけれども、かなりパワーアップをしたジオラマ標本を作っていきたいと思います。このチャンネルではめっちゃ昆虫が出てきますので、苦手な方は閲覧をお控えください。ほな、いくでー。まず完成したものをお見せしたいと思います。ドン。今お写真出てるかと思います。これから作っていくんですけれども、うまくできたという前提でお話をしていきますね。今見えておりますように、今回は3頭の昆虫を1つの瓶の中にまとめて制作するジオラマ標本を作っていきたいと思います。簡単に制作工程だけ今お伝えしておきますと、まず最初、土台作りですね。はい、こちら瓶になるんですけれども、このコルク部分にまずは下処理の済んだ木を接着して作っていきたいと思います。その後に昆虫を軟化してこちらに転足していくという流れで、2ヶ月から3ヶ月ほど乾燥させます。そしてまた装飾を施して完成という流れでやっていきたいと思います。では早速やっていきましょう。転足。はい、では黄金鬼クワガタとゼブラノコギリクワガタと、そしてムナコブクワガタを軟化していきます。はい、ただいまお湯の中に投入しまして、上からティッシュをかぶせたという状態ですね。では10分ほど待ちたいと思います。はい、10分ほど経ちましたので、お湯から上げて並べました。もうね、かなり体も柔らかくなってるんですけれども、ここからは手動で手足をぐにゃぐにゃっと柔らかくしていってあげたいと思います。がその前に、今回の作品のコンセプトについてお伝えをしたいと思います。はい、こちら土台となる木ですね。だいぶね、色合い的にこちらが黒みがかっていて、こちらは白みがかったような色をしているので、こっちに黄金鬼クワガタ、こっちにゼブラノコギリクワガタ、そしてこっち側が上になるんですけれども、ここに飛翔タイプのムナコブクワガタというラインナップでいきたいと思います。ではね、まずは寝かした状態で転足をしていきたいと思うので、ここですね、ゼブラノコギリクワガタからやっていきましょう。はい、こちらゼブラノコギリクワガタですね。美しいですね。時間の都合上、すでにこのように手足の軟化は完了しております。あとはですね、この部分に接着剤をつけて接着、そして細かい部分を転足という流れで引っ付けていきたいと思います。こちらを使用します。このようにですね、接着剤を引っ付けまして、適当な位置へまずは固定してあげましょう。こんな形でいいですかね。ここから細かい部分転足していきますよ。まずは触覚を出しましょう。はい、とりあえずという形で出しておくだけで大丈夫です。はい、頭も浮かしている方がかっこいいと思いますので、こうですか。これで角度がつきましたよね。はい、あとは足を整えてあげます。よし、この土台となる木の作り方なんですけれども、木の処理の仕方なんですけれども、それについては今画面右上に映っております動画をご参考になさっていただければと思います。はい、いいですね。しっかりとひっつけることができました。そしてこっちか、こっちの方の触覚、これはね、あえてこういう形にのままにしておきましょう。生きてる状態っていうのは触覚が左右非対称になることが多いですので、ここで固まるように転足しておきましょうか。はい、ではこういった形でまずはゼブラの方は OK ですね。はい、ではね、次に黄金鬼クワガタですね。ローゼンベルグ黄金鬼クワガタをひっつけていきたいと思います。セッティングはこんな形にしましょうかね。結局ね、こちらが上になるので、みんな上向きでなってるようなイメージにしましょう。やっぱりね、なくなっていても爪って結構丈夫なんで、こうやって捕まってくれるんですよね。こちらも同様、胸部分にアクリルボンドをつけてあげて、ポンと、いいですね。では少し待ちたいと思います。はい、5分ほど経ちました。ではね、だいぶ胸の部分もひっついたかと思いますので、手足をいい感じに整えていきたいと思います。この時に先ほどのゼブラノコギリクワガタを傷つけないように細心の注意を払ってやるようにしましょう。はい、持ち上げました。
かなりいいと思います。うん、そしてゼブラノコギリいいですね。こちらゼブラの、まあ、ポイントとしては、この発泡スチロールをかますことによってですね、しっかりと頭が上がっているというのを表現しています。そしてポイントの2つ目は触覚ですね。普通の昆虫標本を作るときは触覚については左右対称でやるんですけれども、あえて少し左右非対称にしております。これもね、一つジオラマ標本を作るときのポイントとして使っていくといいかなと思います。あとは絶対に足が浮いていないことです。しっかりと抑えられていますよね。抑えられています。これが浮いてしまうとどうしてもカッコがつかないので、しっかりと足は抑えるか、このような形で木に引っ掛けてあげるようにしましょう。ではムナコブクワガタの転足に移りたいと思います。ムナコブクワガタ、この子かなり難しいんですけれども、飛翔タイプで作っていきたいと思います。もうすでに手足の軟化は完了しております。あ、クワを忘れてました。軟化の順番は手足、クワの順番でお願いしますね。手足がカチコチの状態でクワをいじってしまうと足がもげてしまうことがあるんですね。順番は手足、クワの順番で、まあ、顎とも言いますかね、軟化をしてあげましょう。軟化はこのように手を使ってあげるのが一番やりやすいかなと思います。本当に細かい部分になるとピンセットなどを使ってあげてもいいと思いますよ。完成です、はい、こういった形でね、出来上がりましたと。これで約2ヶ月ぐらい乾燥させまして、この子もですよ、この子も2ヶ月ぐらい、そしてこの子たちも2ヶ月ぐらい乾燥させて展示という流れでやっていきたいと思います。ということで一旦こちらの作業は終了。はい、ではね、それぞれタッパーの中に乾燥剤と一緒に入れております。こんな感じですね。では2ヶ月待ちたいと思います。2ヶ月経ちました。もう中乾燥してるかと思います。中のね、乾燥剤なんですけれども、時折入れ替えをしながら2ヶ月ほど管理していたという状況になります。では中身出していきたいと思います。はい、中から取り出しました。こんな形でね、しっかりと固まっているんじゃないかなと思います。ここから針を抜きまして、そして瓶にラインナップしていくという流れでやっていきたいと思います。まずはね、こちら針を抜いて、こちらも針を抜いて、そして、ムナコブクワガタをこのてっぺんにラインナップを取りましてですね、完成させていきたいと思います。一気に完成まで持っていきたいと思います。スタート。はい、じゃあね、針抜いていきたいと思います。まずはこちらから抜いていきましょうか。この時に触覚等々を折らないように気をつけましょうね。慎重に慎重に行いましょう。ピンセットなんかをね、使ってあげてもいいかと思いますよ。こちらですね、足が少し浮いてしまってます。ちょっと失敗しましたね、悔しい。次、ムナコブクワガタの方を抜いていきたいと思います。さあ、抜きましょうか。慎重に慎重にね、まずは触覚部分から抜きまして、あ、細いので怖いですね。どんどん抜いていきます。あっあっあっ、あー、足が折れた。くー、足が折れちゃいました。後でこれ引っ付けます。針を抜く際にね、折れてしまった不絶などの欠損部分を修復する裏技というのも別動画で上げていますので、ぜひそちらもご確認いただければと思います。では気を取り直して引き続き抜いていきたいと思います。はい、抜けましたね。足の折れた部分はここですね、折れてしまった部分、これを修復してから、てっぺんにラインナップとして取っていきたいと思います。
はい、接着が完了しました。先ほどの部分、きついてますよね。では、てっぺんにアレンジをしていきたいと思います。はい、ではね、しつけていきたいと思います。表面が、こちらにしたいので、ここにしつけていきましょうか。向きどうしましょうかね。この子たちがどっちかというと右側向いてるので、左側向かすようにつけていきましょうか。こんな感じがいいですかね。よし、はい、このような形でね、刺しました。いいんじゃないでしょうか。こんな感じですね。ではここに、瓶をセッティングしていきたいと思います。はい、出来上がり。こんな感じで出来上がりました。あともう少しね、寂しいんでね、この辺何かデコレーションしていきましょうか。はい、デコレーションが完了しました。はい、バラなんかもね、あしらいまして綺麗に仕上げさせていただきました。普段はね、こういうあまり、なんていうんですか、お花のデコレーションなんかっていうのはしてないんですけども、今回ご要望いただいてましたんでね、こういった形で仕上げさせていただきましたと。ちょっと土台も足しましょうか。はい、こんな形で出来上がりました。下から順番に見ていきましょうか。はーい、こんな感じですね。いい感じですね。おー、浮いてる浮いてる。いいですね。こちら取っ手には真鍮を使っています。この土台もね、かなりね、いい木使ってるんですよ。塗料もね、こだわりの環境にいいものを使っております。これもかっこいいでしょ。こちらもご要望いただいてお作りをしたカランドゥースオーテクワガタになります。はい、こちらも近々発送いたします。完成。はい、お疲れ様でございました。いかがだったでしょうか。いろんなパターンでね、ジオラマ標本で作れるので面白かったかなと思います。一点お伝えをし忘れてるというか、必ずこれは守っていただきたいなっていうことがあるんですけれども、デコレーションに使ってる植物なんですけれども、これは必ずドライフラワーを使用するようにしてください。というのも、生花ですと、カビが生えてしまったりとか枯れてしまったりっていうことになってしまうので、必ずドライフラワー、プリザーブドフラワーとも言うんですかね、ちょっと違いよく分かってないんですけど、そういった生のお花ではないものを、使うようにしてくださいね。というところで今回の動画は以上になるんですけれども、今回もぜひね、面白かったと思っていただけましたら、チャンネル登録とそしていいねボタンのクリックも忘れずによろしくお願いいたします。今後もいろいろと昆虫標本に関する情報であったりとか、昆虫好きの方々に喜んでいただけるような情報発信心がけてまいりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。皆さんありがとうございます。コケマルです。昆虫標本制作承っております。詳細は概要欄からどうぞ。